駅前でビラを配っていると、大学オケに所属してた時ドイツに演奏に行ったんだ。演奏当日駅前でビラを配ってると、いかつい兄ちゃんがすごい下手な英語で、英語喋れる？みたいなこと聞いてきた。俺はドイツ語喋れないんで、やーって答えたんだけど、それがやーに聞こえたらしく、いきなり嬉しそうにドイツ語を喋り出す兄ちゃん。ごめん、俺英語しかわかんないと言うと、兄ちゃんな顔になって再び下手な英語を喋り始める。どうやら俺と写真が撮りたいらしく、カメラあるの？と聞くと、持ってないとのこと。一体何なんだと思ってると、近くでビラを配ってたオケの友人が近づいてきて、俺のデジカメで撮るよと伝えると、兄ちゃんすげえいい笑顔で俺の肩に手を回してきて、そのままツーショット撮影。撮影できたのを確認すると、嬉しそうにありがとうって言って去っていった。ビラはもらってくれたけど、俺クラシックはちょっとみたいなこと言ってた。メイドインジャパン。以前服屋で働いていた時の話。洋服を畳んでる時、イギリスから来日したご婦人に話しかけられた。ロンドンにある同系列の店舗で撮った写真を店員の俺に見せて、このジーンズある？主人に買ってくるよう頼まれたんだけど、と聞いてきた。その写真はメイドインジャパンとでっかく書かれたタグしか写っておらず、どの商品なのかも本当にジーンズなのかもわからない。一通りジーンズのタグを確認したらしいが、どれも中国製か東南アジアの国々で作られたものばかりだったそうだ。そのタグを見た覚えがなかったから調べてみたら、日本の店ではメイドインジャパン商品を置いてないらしい。それをご婦人に伝えると、日本なのにメイドインジャパン置いてないの？と残念そうな様子だった。慌ててクオリティは同じですよと伝えたら、でも日本製を買いに来たからと言って諦めた様子だった。申し訳なかったと同時に、日本製を信頼してくれてるんだなと思うと嬉しくなったよ。